吉田さん、フルチンになれっていう言葉をね、私は教わったことがあるんですけども、これは麻雀の桜井翔一会長にね、教わったことなんですけどもね。フルチンになれ、要するに自分の恥ずかしいところを隠そうとするから、それが恥ずかしい、それが弱みになるってことだったり、自分をよく見せよう、高く見せようと思うから足元をすくわれたりするっていうことなんですよね。すべて自分のありのまま、いいことも悪いことも込みで。はい、久保です。まあちょっとね、電話がかかってきちゃったんで、一旦切りましたけども、まあそういう形でね、いいことも悪いこともひっくるめて自分の人生なんで、隠すことはないんじゃないかなってことですよね。まあでも一部、リアルタイムに、まあ言いにくいことってあると思うんですよ。まあ例えば私は、昔商売でね、無実の罪で逮捕されて、1ヶ月間ぐらい勾留されたことがあるんですよ。それはね、ものすごく、ショックで、しばらくはね、人に話せなかったですね。まあでもね、今こうやって振り返ってみると、落ち込んだ時期とか、へこんだ時期とか、借金を抱えた時期とかも、なんかね、自分にしか過ごせなかった時間だったのかなと思いまして、今は割とね、宝物にできてるんですよね。そういう意味では、まあ、フルチンになれっていうかね、裸になれるなと思うんですよ。まあ、何でもかんでも麻雀に例えるのも変なんですけども、麻雀って隠す部分と晒す部分っていうのがあるんですよね。そして上がる時って全部晒すんですよ。だから全部晒して上がりなのかなというふうに人生も思います。まあ、ポーカーも似たようなことがありますよね。ポーカーとかトランプも上がるとき、勝つときって全部晒しますよね。だから全部晒して勝ちなのかなと思いますし、全部晒したときに敗北すれば、それも一つの自分の歴史、コンテンツであり、足跡なのかなと思うんですよ。まあ、男の人生といったらね、またね、男女、なんとかって言われるかもしれませんけども、男の人生は勝負の連続ですよ。それこそ死ぬ瞬間まで勝負をしてると思います。勝負である以上、百戦百勝ってわけにいかないですよね。負け際が肝心なんだと思います。負け際潔くみたいな感じでね、そしてまた再び勝利に向かうと。ジャッキー・チェンだってブルース・リーだって多分そうだと思うんですよ。いろんなところで映画の中で落ち込んでやられて、罠にはめられて、そして怒りに燃えて復活して、最後はね、ビクトリー勝っていくってみたいなストーリーじゃないですかね。ネットビジネスで、まあいわゆる成功というね、立ち位置に立った人も必ず何度か落ち込んで、普通の人だったら叩きのめされて、もうね、そのまま立ち上がれないのところから這い上がってくるのかなと思います。まあこれね、ボクシングのガチンコマッチョクラブってのを見ててね、ガチンコファイトクラブが思ったんですけども、男って叩きのめされても、何クソって立ち上がるやつが、まあ男なんだろうなと思いますよね。まあぶちのめされて、そのまんま立ち上がれないっていうね、ゲームオーバーっていう例もありますけどもね。私は死ぬこと以外は、ゲームオーバーではないかなと思うんですよ。まあですのでね、これからもね、何が起きるか分かりませんけども、どんなところからも、まあ、復活してやろうかなと思いますし、復活するこのマインドね、意思がなくなった時が私が死ぬ時なのかなと思います。その時はね、もう華々しく潔くこの世を去っていこうかと思います。まあ私にはたくさんの動画、 YouTube が残されていますし、何人かの方が私の言葉をね、覚えてくれてると思うんですよ。ビジネスが私を自由にしてくれた、この一言だけでも多くの人に使われていくんじゃないかなと思いますけどもね。それではね、もう丸裸でいきましょう。今日もね、フルチンに怖いもんだし。